俺、釈迦さん嬉しかったらね、絶対気に入ってた。これマジでかっこいい。気に入ってる。あ、気に入ってる、釈迦さん。かっけえ、マジで。マジな話っていい。あの3人のファンは俺に感謝しろ。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ああ、いやでも決まったんじゃないのねえ。バチイキだったでしょ。どうでしたか。スタイリストさんが2人来てくれて、ヘアメイクさんが2人来てくれて、3人に4人かけた状態。プラスして打ち合わせで俺ともう1人。だから3人スタイリングするのに6人関わってる。服の選択肢みたいのが結構あるんだよ。1人につき5着ぐらい用意してあんだよ。キャリーケースにボンって入れて、あっちでハンガーにかけてどれにしますって全部フィッティングすんの。で1人5着だよ。その中からみんな、まず気になったのを2着、1着ぐらい選んでもらって、その中からどっちか気になったのをフィッティングして、で、おのおの、好きなスタイルになったって感じなんだけど、もう俺は今回はもうガチ裏方だね。まず俺が、まず営業としての役回りっていうか、モデル業をやってる人たちにストリーマーとか会う機会があまりにもなさすぎて、スタイリングしてる人とかと出会わないから、俺はそういうことを最近始めたからさ、そういう人たちと会ってくれたら嬉しいなっていう。コミュニティ的に。単純に俺かっこいい人見んの好きだし、知り合いがかっこよくなってくれたら嬉しいから、俺の利点がっていうと、ちょっと、どうなのかなって話にぶっちゃけなるんだけど、コミュニティが活性化してくれたらいいなっていう気持ちでやってるから、動画のネタにもなるしね。で、そこから、やっぱ、スタイリストさんって、ガチガチのモデルの方とかをやってたり、芸能人バカバカやってるから、ちょっと攻めた服を用意してほしいですってお願いすると、すごい攻めたのが来んのよ。俺のインスタとかを見たらわかるんだけど、これスカートなのね。ほぼオールピンクのスカート。もう攻めなのよね。だからゲーマーは俺もしっかりなんだけど、やっぱりファッションに疎いから、ファッションに疎い人が、ある程度、着飾りましょうって言った時に、その一発目から飛ばしすぎちゃうと、服に着られてる感が出ちゃうんだよね。だから、俺の意見と、スタイリストさんのやりたいことのいい塩梅を見つけるのが、まず最重要かなと思って、そこら辺は、こういうテイストでいきたいですねっていう話し合いをするときに、もうたくさん言った。ヘアメイクさんにも。ポイントとしてはね、とりあえず、当人が気に入んないといけないのね。絶対に。これは絶対的に。なんでかっていうと、当人が着てて恥ずかしいなって思いながら着てると、見てる君たちが恥ずかしくなるの。境界性周知というか、なんて言うんだろう、恥ずかしいものを見てこっちも恥ずかしくなっちゃうみたいな。やっぱゲーマーがいきなり服着出してちょっと変なチャレンジしてるみたいな。今回のチャレンジの見え方が悪くなっちゃうなと思って。だから飛ばしすぎずに、挑戦しすぎずに、って感じかな。ボードはもうチャレンジしたいってボードが言ってた。LINE で、服の参考をバーって送るんだよ。で、その中で、一番派手なのをボードが選んだ。あれが一番派手だったんだよ。やっぱり、興味があったみたいで。ジャスに関しては今回ちょっと、俺あんまり関われてないというか、最初ジャスはもともと決まっててヘアメイクだけで。俺が、個人的に、もう、ジャスは決まってるから、釈迦とボードをやりたいって言って、釈迦とボードのヘアメイクだけじゃなくて、服も全部やっちゃおうぜ。って話になって、それだったらジャスもやるか、みたいな感じだったから、ジャスの方は結構俺の意見とかなしにスタイリストさんとかにお任せな感じかな。でも可愛かったさすがだった。若いからこそのね、流行りだと思うし、ふわふわな感じだったね。本当に今時男子って感じで。で、釈迦さんのテーマとしては、やっぱりあの人は言うてもう30なわけですよ。大人のエロさですよ。なんかいつも釈迦さんのテンションとしてはちょっとダボっとしたパンツにオーバーサイズのシャツでしょ。それにもう一貫してたから、言うて補正補正って言われたじゃん釈迦さんって。でも逆に言えばスタイルがいいんだよ。だからこそ細身のパンツ、シュッと細身のパンツで履いてみたら、実際足がめっちゃ長いのあの人は実際足がめっちゃ長いのね。細身のパンツでガラシャツと。いつも釈迦さん無地着がちだけど、ガラシャツ着てもらって。で、あの人はね、もうね、俺釈迦さん嬉しかったらね、絶対気に入ってたあの人あれ大好きだったの。あの人決め顔してたもんな。俺もう嬉しいってなって、きってハマったこれマジかっこいいわ。これマジでかっこいい。気に入ってる。あ、気に入ってる釈迦さん。かっけえ、マジで。マジで決まって。よし！やっぱこういうのって、ヘアメイクちゃんとやって、釈迦さんの気に入った洋服を選んでもらって、釈迦さんがガチッとハマったっていう自覚があって、自分が今日いつもより生きてんなと思ってるから、こういうことをやってくれたと思ったの。俺はね。てか釈迦さんってこういうことをする人じゃないから。だから嬉しくて。いいね、大人の色気があるね。完全に。友達がさ、かっこよくなってくれてさ、それを気に入ってくれてるから。ボードもかっこよかった。ボードかっこいいね。顔立ちがくっきりしてるからさ、髪の毛カチッとするとさ、めっちゃダンディーになるんだよな。釈迦さんは、ちょっと大人の色気って感じだけど、ボドの方はちょっとやんちゃなエロって感じ。足元かっけえな。あとボドは足元がシュッとしててかっこいい。黒のブーツが。ベストのやつはね、もう本当にね、流行って感じだから。流行って賛否あるからね。なんか例えば釈迦さんが流行してるってなると違うんだよ。でもジャスって若いじゃん。なんか時代設定っていうか、なんて言うんだろう、ジャスの若いっていう年齢にマッチしてるというか、ジャスは若いから流行に乗ってるよねっていう物語作りもできてるんだよね。わかるかな？なんて言うんだろうね。何よりも、まあ、この人たちがオフラインイベントに出るっていう時に、黒基調が多い。どうしてもね、無難なんだよね。だから。それって、絶対正解だし。でも、違う方向もあるよねっていう。今その、無難な正解の流れがあるからこそ、その中で今回の3人みたいにバチッと決めて、で今回のテーマとして2人つつさんが言ってたのが、ゲームをする人たちだから下半身は隠れるよねっていう、上を派手にしたんだよ。そうしたらね、もうまさに目立ってた。3人とも足元もかっこいいよ、もちろん。でも上をさらに派手にしたんだよ。よかったね。だからみんな黒白のシャツが多いから、その中でもね、目立ってくれたね。でもまあちょっとマジな話っていい、あの3人のファンは俺に感謝しろ俺に感謝しろ。普通に感謝してほしい。今後もやってるから、これやってくからね。かっこいいあいつらを見せれたら、配信者のやってることってさ、視聴者の方も興味が出てくるからさ。俺がやってることってファッションなことだからさ、それこそみんなが、配信者とかかっこよくなっていけば、視聴者もかっこいいことに興味が出て、まあ、いつか俺に帰ってくるかもしんないし。そういうことももはや考えてないんだけど、単純にあいつらにかっこいいと、かっこよくなってほしいなって言ってところから始まってんだけど、まあ、いつか帰ってきたら嬉しいなぐらいでやってます。ネオネアさん、サブスクライブ、100bits.9、ありがとう。ササティックやってみたいね。ササティックね、服がね、やっぱり自分の気に入ってるので一貫してるから、ササティックやってみたいな。いや、俺がね、やっぱりでも直近でやりたいのでね、鬼屋さんやってみたい。鬼屋さん、今日挨拶したんだけど。鬼屋さん意外とね、シュッとしてたな。あとはカイトくんかな。あとカイトくん。カイトくんは絶対かっこよくなるかな。河川さんもね、やってくれるって言ってたよ。河川さんも今度やりましょうって言ったら、マジでやってくれ、やろうぜみたいな。河川さんも気になるよね。河川さんさ、だってさ、このイメージない？このイメージ。トレードマークってこれやん。河川さんの髪型を変えれたらさ、快挙じゃない？その時また俺に感謝してね。俺聞いたんだよ。LG がいる。ちょっと。この、俺がやりたいっていうこの話に NG が存在するの。スパイギアなんだけど。モデルさんの身長って高くて187とか180ちょいぐらいあって、191ってサイズねえんだって。でかすぎんのあの人が。スタイリストさんも服少ないんだよな、あんぐらいでかいと、みたいな。だから、日本のレベルじゃない、ギアさんは。海外モデル。日本のブランドじゃないんだよね、もう。レベルは。ワールドクラスなわけ。スタイルが。世界のギアとなった。もう本格的に。本格的に世界のギアになった。ついには。いやでも今回の3人はありがとう。本当にありがとう。マジで、まずありがとう。新しいことだから本当に。俺なんかそういうなんかチャレンジみたいなのって抵抗ないんだけど、でもやっぱりチャレンジって怖い一面もあるから、あの3人は俺を信じてくれたんだよね。スタイリストさんがこういう芸能人をやってて、こういう担当してる人ですとか言わないで、釈迦さん今度じゃあちょっと、スタイリングとヘアセットやってみるって言ったら、ああ、じゃあマジか、やってもらおうかな、みたいな。ボドもそんな感じだったから。絶対怖いところはあったと思うから。俺が外す可能性も全然あったしね。なんやあれってなることもあったかもしんない中で、やってくれたのは、めっちゃ嬉しかったね。まあそんな感じで、まあ、今後も定期的にオフラインイベントを俺が裏に入って動画撮影しつつ、まあ、俺がコネクト係みたいな感じになるから、モデルのお仕事をしてる人たちと、ストリーマーの人たちの。カフェさん、暴露、スタメンジャパン現場に今回ペースとして入ってる。裏方として入ってるのに誰よりも大きい声で本日はよろしくお願いしますと挨拶。演者みたいだったはず。裏方なのに。裏方のこれつけてんのにな。お願いします。お願いしますみたいな。演者気取り。いや、そんな気取りないんだけどね。全然そんなつもりないんだけど。単純に元気に挨拶しただけだと思ったんだけどな。